ポルチェロガッシャガッシャポルチェロガッシャガッシャポルチェロガッシャガッシャ。はい、ということでね、はい、浦島やっていきましょう。いきましょう。80年代名作ゲームコラボということでね、コラボ来ましたね。パックマン、もう一気に来たからね。そうやね、ワルキューレとパックマン。うん、いやこれね、俺まあその知らない人もいると思うよね、うんうん、まあ俺は知ってるけど、私ワルキューレ知らないんですよね。いや俺もね、ワルキューレはゲーム自体はしたことないんだよね。知ってるけど。あ、そうなんですか、うん、まあ、パックマンはめっちゃしょったね。パックマンね、うん、だからパックマンはぜひとも欲しい。お、そしてゲットした瞬間にフルフォースにしようかなと思って。おい、またですか。うん、いや、あのドット絵の状態にフルフォースって見たくない？見たいよね、確かに。どんな色になるみたいな。うん、どうなるみたいなね。そうだよね。うん、いやいや、じゃあ私はね、あわよくば3体いただきますかね。10連で。え、相変わらず強欲やね。いやもうね、かなり積んでますよ、私も。まあ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 、そうね、言うても積んでますよね。うんうん、キリンから積んでるでしょ。キリンからですね。うん、もう長いですよ。3ヶ月特歴長いですよね。3ヶ月一切出てないっていうね。え、あ、まあ1体出ましたね。あ、ほんと？チケットでね。あー、なるほど。じゃあ無償チケットまず10連でいきますよ。はい、お願いしますね。いやー、パックマン出るでしょう。お願いします。うわ、安定の、まあ、パックマンは出ると思うよ、さすがに。演出ないよね、そりゃね。うん、こい、 お、 お、来た、来ましたね。水色はね、ちょっとどうなんやろ。あ、いきなり、いきなり、おお、パックマン、わかわかわか。あ、なるほどね、喋らないから、まあまあ、いいな、パックマン。にしても雑じゃない、ちょっとね。そうやね、にしても、うん、うんうん、やりましたね。お、パックマン、お、え、なんこれ、あ、やった、お、なんで、あ、やった、なんで。ビュルテちゃん、かわいくちゃん、いや、ここで運を使っちゃいけんよ。そうですね、使っちゃいましたね、ここで。そうですか。いや、嬉しい、これは嬉しい。お、え、なになになに、出まくりようよ。おー、バルキューレ、あ、でもいいなぁ。とりあえずその二人持っとったら、もう目白押しじゃないですか、勝ちじゃん。ちょっと、いや、勝ちですよ。いやいやいや、狙いましょう。ああ、そうやね、さらに、さらに上を、来い来い来い、え、えー、来い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 、めっちゃ神引きやん。いや、神引きですね、すごいね。いや、ちょっとどうしましょうね、これで。まあ今勢いはついてる状況だけどね。いや、欲しいんですよ、この、ストラージェちゃん、うん、あのフレンドで一回ね、うん、連れてったらめちゃ強かったんですよ。あー、なるほどね。ずっと銃撃ってるから、うん、なんかさ、あの俺的にね、うんうん、あの誰だっけ、ソフィアに繋がるものがあるよね、なんか。あ、メガネ女子ね、ってこう胸の感じとかね。あー、なるほどね。こういう、こういう姿好きなよ、うん、俺。なんて表現しよう。ショーパンが好き？いや、ショーパンっちゅうわけじゃないね。あ、そうですか。なん、なんとも表現しづらいけどね。よくわかりませんけどね。ちょっと待って。ね？よく見て。胸元よく見て。パックマンの T シャツ。あ、これでもライブで言われよったよ。私見ちょっとね、情報が多かったですね。お恥ずかしい。いろんなとこにあしらわれてるらしいよ。パックマン。なんかあの、なんだっけ、イヤリングとか。イヤリング？これ多分覚醒前だからじゃない？あ、なるほどね。なるほどね。うん。どうしましょう、ちょっと。まあ行ってもいいんじゃない？行きましょうか、コラボだし。うんうんうん。コラボの時ぐらいね。そうそうそう、行きましょう。大盤振る舞い。大盤振る舞いで無償やけどね。いやいやいや、ね、食べました。来い。まあまあ、パックマンでもいいですよ。パックマン出たやん。フォース開くから。ああ、なるほどね。パックマンフォース開くから。
パクモン積んでいくってこと？積んでいくよ。来い来い。おお。結構出らんね。やばいな。結構出ませんよ。思った以上に出ませんよ。なるほどなるほど。いやでもまあまあ十分ですよ。ありがとうございます。いやいやいや、よかったね。ピュルテちゃんが一番嬉しかったかな。じゃあ変わってもらっていいですかね。いいですよ。はい、変わりました。どうしよう、10連でいくのか1連ずついくのか。ちょっとそこは10連だって。10連もう1000個溜まってるじゃないですか。で10連でいきますね。チロさん、え、私チロさんのために歌歌います、うん、おー、何急に鼻がピクピクってなったけどもうそういう顔すぎろくでもないことやけど、だいたい何？何ですか？何って応援してるじゃないですか。ああ、ありがとうありがとう。じゃあお願いしますね。いいですか？はい。チロさんの運はアゲリシャス、アゲリシャス、アゲアゲリシャス。はい、オッケーです。いや、何その歌？知らないんですか？うん、アゲリシャス。うん。何？え？え？何アゲリシャス？ちょっと衝撃でしたね。まあちょっと行きますね。うん、行ってくださいね。これで運上がりましたから。本当？下がった気がするけど。え？じゃあ行きますよ。まあまあ言ってもこれはね、サービスですから。まあまあまあ、まあ、サービス会社ですからね。とりあえず俺パックマンが欲しいよね、本当に。パックマンは出るでしょう。本当？ほら、来た。おお。あ、あれキュウレさん。いやいやいや、ありがとうございます。ね、いやいや、よかったですね。限定キャラ、うん、ゲットですよ。パクマン来い、パクマン。何気にフォリアさんがね。パクマン、え、嘘。お、お、来た。あ、よかった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 。いやいや、よかったよかった。いやいや、出ましたね。いや、よかったよ。おお、なんか、何気に神引きしそうよね。なんだか、確率が上がってるんですかね、全体的に。いやー、どうなるね。じゃあ、俺も10連しとくよ。10連。10連だけ？いや、10連だけやね。うん。うん。ほら、私の歌が聴いたんじゃないですか、ね。ああ、そういうこと。じゃあ、もう一回歌ってもらっていい？え？チェロさんの運をアゲリシャス。アゲリシャス。アゲ、アゲリシャス。ちょっと、見るに耐えないよね。振り付けまでしてますからね、私。そうやね、夫婦の絆にひびが入るぞって。どうしてですか？じゃあ行きますよ。あげあげですよ。チロさんの運あげあげですよ。ちょっとありがとう。うん、じゃあ行きますね。こう5年という歳月がなければちょっと殺意が芽生えてたかもしれないね。あ、そうですか。うん、じゃあ行きますよ。これ立ってよかったですね。そうですね。いや、安定やな。安定ですね、ここは。まあでもちょっと運上昇傾向じゃない、うんうん、これ上昇傾向、バクシではなかったからね、うんうんうん、おあげあげですね。いや、運は使いたくないな。お、パックマン。あ、いやいや、パックマン嬉しいな。あ、でもなかなかフォリアさんよく出ますね。来るね。いや、来なかったな。まあまあしょうがないね、これはね。じゃあね、早速ですけどね。お、 FF？ よく来たな。そうですよ、もう俺パックマン FF にするって決めてたからね。まずあの、パックマン、ん？顔つけましょうか。顔？あ、いやいや、俺これよ。え？あ、これで？あ、これでいくのね。これでいくよ。あ、そうなんだ。うんうん。え、なんで？え？なんで？うん、いやいやいや、まあね、なんでと言われてもね。私はあの、ああ、可愛い方。可愛い方。うん。あの、ちゃんと形がある方。あの、手と足と。ああ、いやいや、こっちやね。あ、ジロさんそっち系ですか。うんうん。昔ながらのね。そう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 。やっぱこれで光る姿を見たくない？うんうん、燃えてるところをね。そう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 。ちなみにパックマンは光属性？じゃあいきますよ。お、
燃えてる燃えてる。ちょっと取っとこうかね。燃えてる。燃えてるけど、ね、シンプルだよね。シンプルやね、うんうん。この姿を見たかっただけないけどね。なるほどね。いやいやいや、ちょっとダンジョンも行ってみたいんですけど、それはまた次のところでね。うんうん、お楽しみですね。はい。いや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 。まあまあ、でも俺は満足ですよ。とりあえずパックマン手に入れたかったからね。うんうん。まあ、私も満足ですよ。私の歌でね、チロさんがいいもの弾けましたから。そうやね。ん？いやいや、今一応さ、パックマンと、うん。あ、そっか。強化しないと見れないのか。ボールへ。ああ、そっか。この、なんちゅん？覚醒した後のボールへ。ああ、なるほど。まあいいや、ね、これはまたの機会にしましょうかね。またじっくりね。そうだね。パックマン動画をね。うんうんうん。はい。じゃあ今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。